はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回は PS1 ソフトダービースタリオン99やっていきたいなと思います。まあね、ダービースタリオンといえば競馬ゲームで、まあ、一番有名なのかなというゲームだと思うんですけど、今回はね、まあ、このゲームサクッとプレイしていきたいなと思います。はい、じゃあ新しく始めていきましょうか。僕自身もね、競馬ゲームってちょっとやるんですけど、ウィニングポストっていう別のねシリーズなんですよね。だからあんまりダービースタリオンには詳しくないんですけど、はい、やっていきたいなと思います。あ、間違えた間違えた。はい、スロット2からね始めていきます。牧場の名前、まあ分かりやすくしとくか。あ、間違った、アポロロ牧場になったけど、まあいいかアポロロ、勝負服、これで自分のあれか。はい、勝負服はこれでまあ競馬知ってる人だったらもう知らない人がいないぐらいの勝負服ですね。メンコか、どれがいいんだろう。分かりやすいのがいいな。緑とかにしとくか。よし、強そう。うわ、3ブロックも使うの。 PS1 で3ブロックって、何どういうこと、何ブロック使ってんのこれ5ブロックくらいいってる。いや、 PS1 で5ブロックやばいって。よし、お、なんかいきなり馬がいるんだけど、あ、変な人たちいる。マラスキーノ、はいはい、あれ、そこもあれか、種付けして。うわ、今金いくらあんの。まあとにかく子供作らないとダメですよね。金は、あ、めっちゃあるな。2億2億もある、マジで。いきなりじゃあめっちゃ強いのつけていいのかな。サンデーサイレンス、もう泣く子も黙るサンデーサイレンス。うわ、シンボリルドルフとかいる。あ、ダンシングブレイブ、なるほど。なかなかいい馬が揃ってますね。赤いのが何なんだろう。赤いのがつけられるっていうことかな。やめとこう、サンデーサイレンス。あ、これ本物の写真かな。赤いやつ、赤いやつはちょっとインブリードって言って血が濃くなるんで、あんまり、今2000万しかないのこれ。2000万か、いや、に、ん、あ、2000万か、びっくりした2億じゃなくて2000万なんだ、間違えてた。だったらここら辺つけたら破産しちゃうよ。この黒いのは何なんだ。内国産って意味かな。ちょっと僕今わからないですけど、多分、じゃあ安いの探すか。あ、サッカーボーイんじゃない。あ、ミスター CB って三冠馬だから安いし。あ、東海帝王とかいるな。メジロマックイーンね。あ、オグリキャップいる、オグリキャップ。これいいんじゃないか。あ、なんか、ステータスみたいなのがあるな。ダートがいいの？オグリキャップって芝じゃないの？この、実績とか底力安定あたりが重要なんですよね。そういう意味ではオグリキャップ。え、でも、安定 C っていうのは別に悪くなくて、爆発力はあるんだと思う。こういうの見ていくと、あ、いいなウィニングチケットいいな。稲荷ワンとかいるけど、いや、でも託しますか、オグリに。よし、なんだ、ネイティブダンサーの 4×3、 奇跡の血量ってやつかな。行きましょうか、オグリ。いや、スターホース、これに託そう。え、どうなったの、大丈夫。あ、こっちも足毛だ、足毛の馬が生まれてくるんじゃない。あ、200万減りましたね最初本当に2億だったらよかったのに、ずいぶん余裕あるなと思ったんですよね。あ、これもうどんどん進めていって、子供はどうなりましたか、生まれますか。あ、ちゃんと受胎しましたね。はい、じゃあこれで1年くらい進めたらいいのかな。はい、そして8月になったんですけど、2歳馬セールっていうのがあるみたいなんで、これ見に行きましょうか。え、なんだ、値段は牧場2つぐらいしか出してなくない。何これ、これフィーリングで決めるってこと。え、パークリージェンドって全く知らないな、誰だろう。あ、自分で決めるんだ。いや、知らない
お父さん知らない馬ばっかりだな。ハギノムカムイオ、はい、とりあえずね、この4番これが第一候補で、次の13番が第二候補ですね。ここら辺でやっていきたい。でまず第一候補なんですけど、この父をね、ノーザンテイストっていうのは結構いいお父さんなんで、ここは狙っていきたいなと思います。でもう一つの方はこうね、お父さんメジロライアンということで、僕がお父さんに選んだオグリキャップも、確か戦ってた相手だと思うんで、そういうラインでいきたいな。ただこっちでも高いんだろうな。この左下の人誰牧場長、3000万いきなり。これメス馬だよな、牝馬だよな。いや最初から言っとけよ、最初から無理だって言っとけよ、お前何やってんの。そしてこれかな、13番、こっち安いんじゃないかな。こいつすごいクロスにこだわってくるな。いくら、いや無理だ、破産してしまう。無理だわ、破産するわ、高すぎる。じゃあ進めていきます。ちょっとセリは無理ですね。あ、生まれた、あ、足毛の子かな、男の子生まれた、やった。え、名前いきなり考えんの、これ適当に無理なのかな。あ、無理なんだ名前何にしよう。じゃあこれでいきますか。まあ弱そうに見えて実は強いとあ、登録された、マジで通った、通った、これ通ったのか、マジか。売るってあるけどいくらで売れるんだろう。でまたお母さんに、あ、ちょっとね、あ、なんだ、あ、これあれか、売り切れか売り切れ売り切れっていうのもおかしいんだけど、まあ予約でいっぱいと。はい、なんかね、無料ってやつがいるんですよ無料無料ってどういうこと、無料か、カリスタグローリー、マジで無料なの、なんでこの人はなんで生きてるんだろう無料マジか、めっちゃ経済的だな。よし、じゃあね、ちょっとこいつが多分今1歳だから3歳にならないとデビューできないのかな。はい、それぐらいまでね飛ばしていきたいなと思います。はい、そして時間経ちました。でね、この妹が生まれまして、名前叩き売りでもう安かったんでね、こいつは叩き売り。そしてこっちの方は、厩舎の方に入ってやっていきたいなと思います。でね、やっぱりこの藤枝かな、藤枝厩舎っていうのが強いみたいなんで、ここに、はい、入れたいなと思います。あ、行ってる行ってる、さよなら車で連れて行かれてる。あ、これ見れんの、あ、なんか売られたみたいになってるけど、売ってませんかね。よし、え、どうなってんの、もういんの、あ、厩舎ってある、あ、いるいる、実は強い、はなんか普通のおっさんっぽいけどな、これ調教師だよな。まあ体重が重いんで、レースに向けて仕上げていかないといけないっていう感じですね。はい、で多分6月か7月ぐらいまでレースがないんで、そこら辺までやっていきますか。はい、そして、7月になりました。でね、やっぱりちょっと馬が増えすぎて維持費にめっちゃお金かかってしまって、結構資金繰り苦しいですね。だからもうあいつに託されたとあいつに託された、マジで実は強いに託されている。あ、出るんだ、あ、もう出るんだ、ちょっと待って、お前が決めんなよ。相変わらず元気はいい。函館 1000m、 こいつって 1000m で大丈夫か。1000って一番短いんですよね。あ、でもシンバがないのか、なるほど、ダートとか弱いやついいんじゃないの。600万、勝った600万ですよ。何これ、誰がいいんだ、リサっているな、リサ、リサがいいけど、多分上の方が強いんで、的庭さんにしとこうかな。はい、よし、どうだろう、実は強いかな、実は弱いだったりして。あれ、あ、来た、あ、パドック、
調子を見ようと。あれ、ウィニングチケットってめっちゃ強いんじゃないの？あれ、お前お父さんでいなかったか？あれ、印が一つもついてないぞ。ベストタイアップ1番人気、この20丸が多いウィニングチケットで、2番人気はベストタイアップと。はいはいはい、実は強いはどうなってますか？乗り方任せるかな。何番人気なのこれ。あ、出てる。11番、え、違うな、10番か。どうだ、58番。え、最下位人気じゃない？嘘だろう。あ、投票しよう。いやいや、こっちはね、もうこの牧場の運命かかってるんですよ。副賞で10倍くらいつくんだけど、10番、どうしよう、10番にしとくか。10万、よし、当たれば100万。単勝も買っとこう、単勝も買っとこう。よし、10番で1万円ここで単勝だから50万。あ、すごいすごいね、2つ当たったら150万。もうこれで生活できるんじゃないか。よし、レース1000だからな、一瞬で終わるんだろうな。ぶっちゃけ1600ぐらいが一番いいんじゃないのか、お父さん考えるとね。はい、さあどうか。雨がちょっと降ってるみたいですね。お、雨降ってる、すげえ汚い雨だな。どれだ、あ、いたいた、後ろの方のオレンジの帽子ですね。ちょっと画面から消えてしまったんですけど、すげえハリボテ感のある馬だな。あ、1番のやつが多分1番人気、1番強いやつ。あ、いたいた、足毛だから分かりやすい、この白い馬ですね。ネズミ、おお、なんだなんだこれ、なんだこれ、なんだこれ、めっちゃ弱いやついるぞ。あれ、下がっていってない？あ、すげえ、あー、1番人気の馬強い。え、どこ行ってんの、え、どこ行ってんの、え、どこ行った？後ろで争ってる、マジで。おお、あ、すごいな、1、2番人気で決まったか。うわー、金が飛んでいった。うわ、すごい言ってるけど安いな。うわー、実は強い実は弱いという12番人気で11着と。いや、厳しいな、距離が合ってなかったんじゃないの。あ、35万円くれんの、マジで。これ出走したら35万もらえるのかな。あ、馬券代返ってきた、マジで。嬉しいんだけど。どうした、あ、疲れてんの、そうなんだ。はい、そして11月の2週になって、今度はね、調子が上がってきたみたいなんで、本当だろうな。出していきましょう。先ほどより距離が 400m 伸びて1400で、前回、いや、こいつダメだって。あ、すげえのいる、ムンロいる、ムンロ、外人さん、もう外人さんに任せておけば大丈夫でしょう。大丈夫かな、よし、いや、資金苦しいよ、人気次第ではもうぶち込むか。これどうなんの、飛ばせないんだ、どう。あ、なんか20丸ついてる、本紙が20丸売ってる、あ、マジでいいんじゃないのこれ、すげえ、何番人気だ。乗り方はマークとかあんな、1番人気のままマークするこいつ。よし、まあ好きに乗ってもらっていいんだけど、マークしてもらおう。あ、めっちゃ人気ある、 6.2 倍だ、これもうぶち込みましょうか。待てよ、どうせこの9番強いよな、3番と9番が強いのかな、3番9番に、うん、馬っていうのは生まれんかな、だから3番と10番、まあ10万ずつ買っとくか、で9番10番と、まあこの2頭が1、2着に来たらいいっていうことですよね。はい、よし、じゃあ馬券の方も買ったんで単勝も買っとくか。これで牧場運営費を賄っていくと。よし、
じゃあ行きましょう。レースマークするんだよな、9番。よし、東京1400、はい、こんな感じで走っていきますよと。さあ行きましょう。どうだ、今度は左回りなんですよね。え、出遅れてない出遅れてないか、出遅れたなダメだ。うわ、すごいいっぱい足毛の馬がいる。あ、出て出て、上に10番。あいつマークしてんのか。あ、マーク してないな9番マークしろよ全然言うこと聞いてね。仕掛けていくのか。うわ、結構先頭と差があるぞ。上がってこれる。え、うわ、前が強い。全然さ、どうだ。うわ、すごいすごい。え、どこに行ったのあいつら。あいつはどこにいんの。え、前が止まらないんだけどこんなことあんのどこ行ったんだよ。なんだ、荒れたのかな。なんだ、変なやつがいる。ナイステンパランス、誰だこれ。うわ、9番負けてんな、一番人気。うわ、単勝 19.6 倍、荒れてんだなこれ。人気薄の馬が来たんだ。え、どこ最下位だ最下位じゃねえか。ダメだムンロー、ダメだ最下位。え、なことある。ちょっと聞いてみよう。調子いいって言ってたよな、元気いっぱい。いや、いいことだけども。え、え、マジで。ちょっとやけくそになってない。何に出んの、これ何に出るかも言ってくる。調子上がってる、マジで。あ、ダート、これは砂の1600、これにもう出ようとしますね。芝はダメだとこいつ。なるほど。え、ムンロ信じる。で、信じるか。いや、信じるよムンロ。本当かムンロ大丈夫か。最下位だったぞ。いや、もうパドックとかどうでもいいんだ。いや、馬券で消えまくってるからな。何番人気。あー、そんな人気ない感じだな。これね、客室のところで先行ってなってるんで、うん、前に行けでいいのかな。さっきも前のやつら粘ったし。何番。3番。3番10倍ついてるな。いや、もうあれだぞ、買うぞ。3番買っちゃうぞ、これマックス買うぞもうダメだって、牧場は潰れるから。よし、いくら買ったの。75万。75万だから、買ったら1000万ぐらい手に入るんじゃないか。よし、もう言うことはない、勝てと。いや、難しいよダービースタリオン。これがさっき言ってたウィニングポストだと結構簡単に勝てるんですけどね。さあ、砂に変わってどうなるかな。いや、1回ぐらい勝ちたいよ。ん、出遅れてないな今回。どこだ、ん、どこだ。3番どこ。あー、いたいたいた。え、前に行けって言ったんだけど、すげえ後ろの方行ってない。え、ムンロー、おい、ムンロー、なんだよ、何のためにわざわざ来てんだよ海外から。え、全然めっちゃ後ろなんだけど。あいつ言うこと聞かないな、プライド高いんだろうな。絶対これ上がってこないやつだぞ、絶対上がってこないだろう。いや、前が残るんだもんこれ。あっけの誉れ。あ、止まった止まった。あ、来てる来てる、後ろ来てる、後ろ来てるけど全く見えない。実は強いが75万単勝買ってんだって。どこ行った、なだれ込んだな多分。どこ行ったんだよ、来てんのかな。強いな、こういう勝ち方したいよな。あ、いたいたいた、これか足毛だから分かりやすいな。なんだろう、7、8着ぐらい。何の
役にも立たない。まあ、最高着順取りましたね。8着。なるほど。いや、ムンロダメだって。前行けっつったのに前行かないんだもん。ゼロ円。馬券だけでもうあれだな。100万ぐらい損したな。どうやって勝てんの、このゲーム。あ、いないな。あ、逃げてるやつも捕らえられてる。あいつ競りかけてくるから。ダメダメ。どうする？先生どうしますか？ちょっと。牧場が潰れてしまうんですけど。ちょっと様子見るか。お母さんね、売るんで。そうそう、お母さん売るんで。あ、いたいた。いくらで売れるかな？さよなら、お母さん。あ、400万。あ、マジで？めっちゃ助かる。マジで？お母さんこんな高いの？ もっと頑張って。10万単位であげないで。どうした？お母さんありがとう。子供たちが生きていけるこれで。 お母さんありがとう。よし、これで、あ、出場、どんどん使っていくな。やっぱりこのデータ見る限りだとダートの方がいい。ダートの、あ、1600と1008がいいんじゃないの？ 1008。 よし。あ、輸送するんだ。あ、ペリエ入れる、ペリエ。こいつはかなりいいはず。よし。さあ、いや、1回ぐらい勝ってよ。うわ、めっちゃ印ついてる。どうなの？なんか先行馬多いな。いや、任せよ。任せよ。今まで散々指示してダメだったが、一番人気だ。あ、マジで？一番人気だ。やっぱね、この条件使っとけよ。言っとくか。言っとくか。単勝で言っとくか。お母さんも売れたし、最低だな。お母さん売った金で、馬券に突っ込むと。よし。いや、一番人気だよ。ただ本紙が本命じゃなかったんだよな。印もついてなかったし。まあ、この成績でなんで一番人気になるのかよくわかんないんですけど、まずまずのスタート。まあいいんじゃないかな。前が競り合っているんであれば、この位置は悪くない。でもちょっと後ろだな。もうちょっと前に行ってほしい。うわ、めっちゃ後ろに行ってるぞ。おい、ペリエ。 ペリエ、前に行ってほしい。うわ、最後方。あ、前すごい速いな。これが止まるやつなのか、止まらないやつなのか、どっちなんだろう。どっちなんだ。いや、わかんない。まあ、うわ、すん、ぶん回してる。あんな距離ロスして大丈夫か。ぶん回してるぞ。あ、前止まらないぞ。来て。来て。止まらねえ。うわー、すげえ作ってきて。どこどこどこ。ははは。勝てるわけ。勝てるわけねえよ、あんなとこ。やばいな。やばいな。一番人気なのに。めっちゃ怒られてんじゃないの、これ。でも難しいな。前行っても後ろ行ってもダメだ。はい、またやってきました。今度もね、ペリエで。そうしても、なるべく前に行けでいいな。後ろにいたら無理だわ。前行って、勝つとき勝つだろう。よし。さあ、同じ1008。人気はちょっと下がったんだな。さあ、もう勝って。あ、馬の数が少ない。これいけるんじゃないか。いいぞ。理想的な位置取ってる。あ、前行きすぎじゃない？めっちゃ前行ったな。おお。 いいぞいいぞ。いいぞ。遅いんじゃない？これスローペースなんじゃない？お、マジで逃げた。逃げてまでは、逃げまでは許可してないんだけどな。うわ、めっちゃ突き放してるんだけど。これどうなんだ？いや、いいよ。
これ追いつけないだろう。あー、縮まってきてる。縮まってきてる。どうなる？どうなる？さあ。いや、でも今までで一番いい。完璧だ。よし、よし。あー、どうだ？こいつやめろ。こいつやめて。やめて、やめて。おー、ナイス、ナイス、ナイス。あ、やばい、やばい。後ろから、後ろから。残って。ダメだ。おー、マジ、勝った。やっぱりこの戦法だったか。やった。 まさかの勝利。奇跡だな、これ。いや、ペリエ神ですわ。よし。お、写真撮ってもらえて。 ようやく初勝利。さすがペリエ。うわ、こういう時に限って1円も馬券買ってないっていう。あ、500万円。うわ、一気に1000万円だった。 よし、よくやった。はい、ということでね、今回ダービースタリオンやってみたんですけど、いやー、難しいですね。初勝利がめちゃめちゃ遠かった。これでね、まあ成績で言うと、急になんか急に走ったな。なんだろう、これ。こんな感じでね、まあ2桁着順ばっかりだったんですけど、急に1着になるっていう。やっぱり先行が強いゲームなのかな。はい。まあね、本当にこの実は強い、よく頑張ってくれました。すごい走ってましたけどね、こんなに走って怪我しないのかなぐらい走っていたんですけど、まあ本当に頑丈でしたね。ということで、まあペリエは神だったっていう感じで、はい、終了したいなと思います。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど、全て役に繋がっておりますので、よろしくお願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。アポロンでした。